愛知県立西春高等学校は愛知県北名古屋市三六手ラニ市二丁目一番地に位置する県立の高等学校である。教育基本法に則り将来の社会の変化に対応できる高い能力を備えた心豊かな心身ともたくましい人間の育成。何事にも真摯に取り組む人間。真理を探求し文化を創造する人間。 進んで奉仕する人間の育成を目指す、落ち着いた環境で勉強でき、能力を最大限に伸ばすことができる学校。規律正しく、明るく、落ち着いた、温かみと活気にあふれる学校。スポーツや学校行事を通じて、連帯感を強め、感激と感動を体験できる学校。保護者や地域社会の期待に応えられる学校。2005年度より65分授業を実施し、 着実な学力伸長を目指す。三年次では、進路選択の幅を広げることができるように、選択科目にもゆとりを持たせている。交渉の七つの六角形が示すように、西葛外軍に県立の高等学校をという地域の要望から、旧西葛外軍七町村の期待を担う学校として開校。名鉄犬山線と地下鉄鶴舞線の相互乗り入れもあり。 旧西カス外軍以外からも多くの生徒が通学。生徒の99%以上が進学を希望しており、学習指導に最も力を入れている。2005年度より、授業形態を65分授業後コマに変更した。基礎、早朝テスト終末課題進路希望調査、面談、保護者向け進路説明会を実施し、早くから進路に対する意識の高揚を図っている。 また、進路実現のために、各種補修を行い、2年の1月からは、土曜教室開放も実施している。各部とも、終了時刻を厳守して、短い活動時間の中で内容の濃い練習を目指す。その中で、短時間で集中する姿勢が培われている。男子陶器は、濃紺色、銀色ボタンの学生服上下に白無地、カッターシャツ、カキは、 水色無地の半袖カッターシャツに、ズボン女子陶器は、濃紺色セーラー服、スカートに加え白無地カーディガン。カキは、白色の半袖シャツに、濃紺色セーラー服のスカート服装上下2012年度から、男女共に、夏服に、長袖の制服が加えられた。女子のカーディガンは、学校指定。衣替えの時期になると夏服にカーディガンを羽織る生徒が、増える。陶器は、 学生服のエリアセーラー服の胸ポケットに交渉バッジをつける。下記のシャツには胸ポケットに交渉が刺繍されているためバッジをつける必要はない。靴、靴下靴は運動靴か黒の革靴、ローファーに限る。靴下は男女とも白のみとされているが近年は白色の靴下を履いている学生はほぼいない。体操服白色シャツが男女共用。短パンは 男子が青色、女子が紺色である。学年カラー各学年によって学年カラーが存在する。学校指定の上履きや体育館、シューズ、ジャージは学年によって色が異なる。ありがとうございます。